こんにちは。山本敏之です。それでは今日も戦略チャンネルで学んでいきましょう。第2回、スペシャリスト紹介。ビジネス YouTube 元年、YouTube で成功する3つの立ち上げ方というテーマでお話ししていきたいと思います。戦略チャンネル山本敏之です。チャットワーク創業者で現在ビジネス YouTuber として活動しています。このジャンルは、山本敏之おすみきスペシャリスト紹介というジャンルで、他にもですね、いろんなスペシャリストを知りたい方は、再生リストでどんどん再生してみてください。それでは早速内容に入っていきましょう。今回のスペシャリストですが、 ビジネス YouTube の、ね、元年、今回、今がチャンスだというところで、そのスペシャリストをぜひね、紹介していきたいんですが、なぜ今がチャンスかというお話をですね、したいなと思います。YouTube ですね、もう2000年の、2004年5年ぐらいからね、あるサービスですけれども、なぜ今の2019年がチャンスかということなんですが、まずですね、もう SEO とかですね、ネット広告はですね、あの、皆さんもされていると思いますが、 非常にも競争が激しい、とにかくもうね、広告費用、ね、札束で札束をこう争うぐらいの感じでですね、お金がめちゃくちゃかかるということですね、もちろん効率化とかありますけれども、あと SEO も、グーグルのその十位人のね、表示のアルゴリズムがどんどんこう変わることによって、えー、非常にこう、一喜一憂売り上げが左右されてしまうと、SNS ももちろんたくさんね、えー、今、集客できると思いますが、 投稿後、2、3日後以,以降はですね、ほんと結構無風になっちゃいますよね。で、それをですね、どん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 こう宣伝ばっかりしてると、この人はもう宣伝ばっかりしてるなというふうに思われてしまうので、えぇ、ー、連続しての投稿は非常に厳しくなってくると。で、そこで YouTube なんですね。YouTube 何がいいかというとですね、一度動画を作ればですね、継続的にアクセスがあるんです。なぜかというと、 お最初、チャンネル登録者がねたくさんいたりすると、投稿したら2、3日間をねえたくさんアクセスされるんですが、YouTube の場合、関連動画ですね。皆さんも動画見たときに、動画が終わった後に、いろんなこの動画もいかがですかみたいな感じで関連動画があると思うんですけども、それでこう見たときにですね、これも見てみようっていう感じでこう動画を見るモードになっているので、次々こう動画をこう見てしまうという感じになるんですね。ですから、 SEO とかネット広告とか SNS みたいに単発じゃなくて継続的にこうお見られ続けるんですね。で、YouTube はなぜチャンスかというと、今ね、ビジネス YouTube がなぜチャンスかというと、YouTube は先行者有利なんですね。えー、なぜかというと、そのチャンネル登録が多い人とか、えー、たくさん動画を上げている人とかですね。そういった方が、あの、Google がいいチャンネルだと、いい動画だと判定して関連動画に、えー、上げるんですね。 Google もやっぱりたくさんのね、方に見てもらって広告で売り上げ上げてる会社なので、いいチャンネル、いい動画をたくさん見せることによって、えー、広告で収益を上げるので、後から参入すると追いつけないんですね。同じジャンル、同じようなクオリティの動画だったら、もう絶対先行者有利になりますということなんです。TikTok は逆にですね、15秒の動画なので、15秒15秒で、人気、人気、人気のあ、新人の動画、人気、人気、新人の動画っていう形で、えー、こう、 新人の動画がこう上がりやすくなっているので、え、後からでも大丈夫なんですが、YouTube は本当にこう先行者よりなんですね。ですから、あの、ヒカキンさんとか、八名社長さんとか、その、今有名なエンタメ系の YouTuber は、え、今から参入すると非常にこう厳しいんですね。ただ、ビジネスジャンルに関しては、ほぼブルーオーシャンですね。全然まだまだ、あの、開拓されてないですし、え、こうチャンスが残っていますと。いうことなので、え、この、今が、 ビジネス関連かなと思っていますで実際、私もビジネス YouTube をそれで始めたんですが、この戦略チャンネルをやったことによって、どんな効果があるかということを紹介したいと思います。普通の YouTuber、エンタメ系の YouTuber は広告で売り上げを立てようとするんですけれども、法人の場合はやはり、えー、そんなに、えー、再生回数稼げないですし、えー、複数人でね、組織回してますから、それの売り上げでやっていくというのは難しいと思うんですが、えー、ビジネス YouTube は広告狙いじゃありませんと、こういった効果が狙えますと。 例えば私の場合でいうとですね、MyCSU という1日コンサルであったりとか、講演につながったりしますということですね。こんなたくさんの戦略を知ってるんだったら、山田さんに来てもらいたいなとかですね、このテーマで話してもらいたいなみたいな講演につながったりもしていますと。であとは今、スタートアップの投資先であったりとか、エンジェル投資家をコーディネートするようなこともやってますので、その会社とか、エンジェル投資家がどんどん集まってきていますと。で え、この、ね、たくさん質問を受けることもあるんですけども、説明するときに、動画のリンクを送るだけでいいので、自分の時間もセーブできますし、動画で説明しているので、非常にこう、わかりやすい。で、しっかり撮ってますから、あの、ちゃんとそれで、相手に伝わるということですね。で、おまけの効果としては、まあ、これも別にね、どっちでもいいんですけれども、あの、会ったときにですね、 あいつも聞いてる声だーっていうことで、ね、なんか有名人に会ったみたいな感じでですね、あの、言っていただけるっていう、そういったなんか不思議な効果もあったりします。それではですね、じゃあ YouTube どうやって、あの、立ち上げていこうかということですが、その時に、あの、立ち上げ方ですね、成功する立ち上げ方3つ紹介したいなと思っています。でその YouTube スペシャリストですけれども、まずこのスペシャリスト紹介ですが、私もですね、えー、こういう、こういう、う 内容を配信していこうみたいな、そういう戦略も,もちろんあったんですけども、YouTube ならではの、その、いろんなね、えー、ルールというか、やり方というか、はそのあたりは最初ですね、えー、このスペシャリストの方に僕もすごい教え,教えてもらって、えー、非常にこう、そこと自分のやっていきたい動画コンテンツが掛け算されて、えー、非常に今、ね、戦略チャンネルうまくいってますけども、皆さんも自分の会社のプロダクトとか、えー、商品、サービス、 にそのコンテンツはあるのに、そのアウトプットの仕方がなかなかね、えー、難しいと。で、ホームページだけだと厳しいですし、今の本当に若い子はテレビも見ませんし、えー、活字離れもしているので、本当に YouTube 経由でアプローチするのは非常にこう効果的だったりします。じゃこのスペシャリストの方なんですけども、どんな方かというと、もともとですね、東京のテレビ局でディレクターをされていました。で、ご自身も声優、俳優、ラジオ DJ をされていたということですね。 もともと地方出身の方なんですが、その地元のケーブルテレビ、転職されるんですね、ちょっと東京のテレビ局だと、こう偏った、ね、一つの職種でしか働けないけれども、地元のケーブルテレビに行くとですね、えー、やっぱりその人員もたくさんいないですし、予算もないですから、あのー、全部やらされたというふうに言われてました。企画から撮影、そして取材、インタビュー、編集まで全部自分がやらないといけないと、その分ですね、こうオールマイティーにこう、ねえー、全部こう自分の、 スキルが上がったというふうに言われてました。で、こういった方がですね、YouTube に来るのが非常に珍しくてですね、えー、テレビ業界関係者、あの、皆様テレビ見てるときに最近 YouTuber がテレビ出たりとかしてますけれども、やっぱりテレビでも既に人気がある方は、やっぱテレビにはね、お世話になってるってのもあるでしょうし、テレビをもっと見てもらいたいと思ってるから、YouTuber に来ないんですね。業界関係者も基本的に YouTube を下に見てますので、えー、YouTube に来ないんです。でも、この、 スペシャリストの方は、あの、全部自分でやって、自分の、このスキルは YouTube に活かせるということで、テレビ業界から YouTube に専念されたんですね。で、お話聞くとお、そういうテレビ業界から本気でやってた方が YouTube に来た例は他にいないと、今のところお自分が唯一ですというふうに言われてました。で、芸能人もですね、徐々にこう、お注目し始めて、 えー、youtube に来てますけども、やはり本当の本気でテレビで頑張ってた方が、ですね youtube に来ると、youtube でもすごい人気になりましたよね、例えばあのキングコングの梶原さんも、梶ジサックっていう名前でチャンネル始めったらです、ね、もう本当にこう1年経たないうちに100万登録ね、突破しそうな勢いですごいことになってますけども、やはり本気のテレビでやってた方、関係者の方が youtube に来るとのは非常に大きいなと思ってます。 このスペシャリストをですね、ぜひ紹介したいなと思ってます。でビジネス YouTube チャンネルのこのスペシャリストでやる3つの立ち上げ方ですね。まず、いや、うちでは自前でやれるその人もいるし、リソースもあるんだよねっていう方はですね、えー、もうこのスペシャリストにですね、えー、来ていただいて、1日15万円で、 もう完全マスターみたいな。事前にこの撮影機材とこういうふうに撮ってこういうふうに編集してくださいねみたいな。でも1日だけだとマスターできないので、フォローアップで1ヶ月5万円かける3ヶ月みたいな。でこれでビデオ会議、チャットはもう基本的に質問し放題みたいな、そういう形でやられてます。 これは本当にあの、ね、単価として、え、こんなに安くていいのと、こんな本気の方がこんなに安くていいのっていう方だと思うんですけども、今もね、地方で YouTube されていらっしゃるので、えー、非常にこう、僕も交渉して、交渉して、えー、この値段でどうですかというふうに言いましたので、えー、早めにですね、お、え、出、ー、されるといいかなと思うんですけど、あと自前でやるこう、リソースがないみたいな方はですね、立ち上げ代行もやってくれたりします。 で毎月、ですねこのスペシャリストが出張撮影、まあ、企画から出張撮影、編集、納品までして、あとは自社の公式チャンネルにアップロードするだけで、いい動画がどんどん上げれるっていうプランですね、でこれは3ヶ月だったら25万円ですね、これ4本から8本動画作ってくれて、編集まで、納品までしてくれて、月25万円って、新卒の給料、ねえー、ぐらいでできるっていうのはすごいなと思いつつ、であと6ヶ月契約だったら1ヶ月20万円ですね。 これ私はあの、6ヶ月が絶対いいなと思っていて、なぜかというと、あの、チャンネルを育てるにはたくさんの動画が必要なんですね。で、たくさんの動画が上がっていると、関連動画にこう、また上がりやすくなるので、え、一本一本のクオリティも大切だし、かつ、関連動画に上がってくるには、こう、本数も重要なので、やっぱり一つのチャンネルとして、 育ってくるには、やっぱ動画を100本以上上げた方がいいというふうに言われてますので、えー、まあ少なくとも6ヶ月とかで数十本の動画を上げた方がいいかなと思います。さらに もう自社でチャンネル持ちたくないんだと、もう即効性を求めたいという方はですね、YouTuber 事務所も今始められているので、それが結構いいかなと思っています。何かというと、ヒカキンさんとかはじめしゃちょーさんの本当にもう今芸能人級の価格になってますけれども、このスペシャリストのところに集まっている YouTuber は専門的な YouTuber で、1万人ぐらいとか2万人ぐらいの、それ以上のですね、チャンネル登録があって、しかもかつ、 専門的で、法人とかね、ビジネス YouTube の場合は、コンテンツがやっぱりねえ、このジャンル、ジャンルでこういろいろ分かれてると思うので、そのジャンルにぴったりな YouTuber をー割り当ててくれて、で、それで立ち上げてくれるっていう。でしかも先ほど言ったように、一回投稿すると、継続的にこう、再生されますし、さらにその、ある程度成功した YouTuber が、さらにどん,どんどんどん成長していくので、そのチャンネルが育てれば育つほど、また、 1>, 1回投稿した動画が再生されるっていう、そのずっとこう、継続的に上がっていくっていう広告みたいな感じですね。それが単発ですからということですね。しかも、それが10万円からぐらいですね、もちろんチャンネル登録であったりとか、ジャンルとか、その人の制作費用もあるかもしれませんが、10万円とかでもやってくれたり、10万、20万、30万ぐらいで、そういう広告、試せるんだったら、ぜひやってみたいなというふうに思われると思うんですけど、これ、3つの簡単な立ち上げ方のスペシャリストを紹介できますので、説明欄からですね。 私に一回連絡いただいたら、私の方でこう,こういうチャンネルを立ち上げてもいいんじゃないですかっていう戦略をちょっとアドバイスさせていただいて、そこでスペシャリストに繋ごうと思いますということですね。ぜひビジネス YouTube 元年、えー、気合い入れてですね、うちでもちょっと一丁ビジネス YouTube やってみるかみたいな感じでですね、ぜひやってみられるといいんじゃないでしょうか。で最後にですね。 説明欄、先ほど私の連絡先もありますが、LINE アットも登録できますと。LINE アット登録するとですね、そこだけのシークレット動画であったりとか、質問に対して動画で回答したり、無料でビデオ会議の相談とかも受けたりしてますので、ぜひ LINE アットも登録してみてください。それでは明日も戦略チャンネルでどんどん学んでいきましょう。